listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんにちは。3月28日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻勇樹です。日向舞葉です。神どころのチャーハン天野です。はい、よろしくお願いします。この二人はお久しぶりですよね。めちゃくちゃ久しぶりですよね。そう、通常あれですよね、3週目担当していただいて、はい、まあ、今日は4週目なので、はい、まあ香谷さんという方がね、はい、相方の、そうなんですよ、ガリガリの子がいるんで、知らなくて最近知ったんですよね、うん、本当にそれこそ3ヶ月前ぐらいに、あ、コンビだったんだっていう。あ、そうそうそう、はい、あ、知らなかったの。知らなかったんですよ。そうなんですよ。え、みたいな、なんか去年末ぐらいな。そう、なんかテレビに出るあれでした。はい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 。それで知りました。あ、そうなんだ、見てくれたんだ。それで、はい、いや、めちゃくちゃ嬉しいわ。そうなんですよ。なのでちょっとね、もう喧嘩してくださいね。いや、もうバッチバチです。さあ今日は、はい、天野さんは、はい、この服装ですけど、はい、めちゃくちゃ寒いですよ外。いや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 、来たわけじゃないですよね。これで来てる。嘘だ。なんで嘘って分かるの。分かるでしょ。いや、逆にでも今全然今寒くないですよ、ここ。あったかくないですか、むしろ。あったかくはないです。ブースですよ、こんなか。まあそうですけど、さすがに寒くないですか。いや、全然。ああ、すごい、そのね、あれが。いや、あれが全員かみたいに言わないでくださいよ。言ってないですよね。ハートがあったかい。いや、そうですね、ハートがついてるね。はい、はい。はい。さあ、花粉症どうですか。花粉症もう終わった。絶対嘘。いや、嘘嘘嘘、まだ絶対嘘。本当ですか。じゃないよ、だって去年、うん、しんどいって言ってた気がする。私だって検査したら4でしたよ、花粉症。はい、花粉症にも種類があるんですよね。はい、医者出た、はい、出ました。そうですよね、種類がありますよね。だから先生、はい、今のやつは、今のやつです、先生。今の先生、はい、今のやつ、今のやつです。絶対嘘だよ。嘘嘘だよ。4です、血液検査しました。じゃあ治ってる。それマックス5なの。マックス7です。あ、じゃあ半分よりちょっと上ぐらい。でも、いや、結構4少ないと思います。マックス7だけど、あの2から症状出るんで、うん、5は結構重いです。で4なの。あと4と5のやつがありました。ぐじゅぐじゅになんない。そうそうそう、全然大丈夫じゃん。なる。薬で、薬と注射で。あ、なるほどね。薬と注射でって言ったら危ない。薬と注射で、はい、まあ、いろいろ、はい、ここだけ聞いたら薬と、ね、そうなんですよね。なんとか抑えています。どうですか、はい、まだまだ寒いですけど。いやいや、元気な体してる。体じゃねえ、元気な体、陽気なあれです。それこそ卒業シーズンじゃないですか、はい、ね、お二人卒業式の思い出とか卒業したいことなんかあったりします。いや、ありますよ、それは。式の思い出、うん、いや、あの卒業したいなっていう、なんでしょう、思いは、うん、はい、独身。あ、そうね、本当にこれね、3人とも独身ですから、これ本当常々思うの。本当に夜一人で眠るとすっごい寂しいの。え、あんま気にしない。いや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 、結構寂しがり屋のタイプよ。だから家に来てっていうタイプなんだから。でもなんかあんまりそういうの気にならないタイプみたいなイメージですけど。いやいやいや、もう本当子猫みたいに本当にブルブル震えながら、うさぎみたいな感じで、もう寂しかったら死んじゃうみたいな。めんどくせえ。めんどくさい言わないでよ。いいな、このそういう男子だっているんだよ、このプロレス。いいな、はい、卒業したいこと、はい、ひなさん、うん、卒業したいこと、私なんか、うん、コレクション癖ってコレクションする癖があるんですよ、うんうん、でそれがどんどん増えていくのをなんかいつかやめないとなって思いながら。フィギュアとか、なんかもうガチャガチャとかはもう無限に回します、うん、全部出るまでいっぱい回して、全種類とか、そう、あとは旅先でなんかいつも集めてるのがスタバのなんか各地域のコップみたいのがあるんですよ。タンブラー？タンブラーじゃなくてなんかエスプレッソのコップみたいのがあって、それちっちゃいやつがなんか海外とかで国の柄が書いてあって、それと海外なんだ、もう、そう、海外これ
もうなんか国内じゃなかった国内じゃない海外恥ずかしい開けないタイプあ開けないっていうか箱でも飾る、はい、この箱のままバババンって使わない、ね、使わないですいや本当コレクションだとあとなんか最近増えたのは、うん、スタバのそれなんかここに国の名前が書いてあるエプロンをつけたクマが売ってるんですよ、そうクマ、うん、それも毎回買っててであとマグネットも毎回買っててもう家の玄関がマグネットだらけなんですようち、うん、そのだからアメリカとか各地のそうあなんか昔いやおじいちゃんとかがそういうのやってたけどそう多分おじいちゃんと一緒ですペナントって言うんでしたっけあの三角の旗みたいなああいうなんか各カナダとかのなんかマグネットバージョンをめちゃめちゃ詰めててもういろんなとこ行ったら絶対マグネットを買うんですよ、うん、なるほどねそれはでも卒業しなくていいじゃないですかえした方がいいってみんなに言われるなんでえなんかそんなの買ってるのあんただけだよって友達みんなに言われますいやだってマグネット買ってるやついないからって各地のねそうこれってねもう制覇したとき、ね、行った証じゃないですかそう行った証いいじゃないじゃあやめなくていいか急になんでそんな押し切れたのさあさて今日は何の日のコーナーいきます今日は何の日こちらですねじゃん、うん本日3月28日はシルクロードの日ということで画像って今出せますかね画像シルクロードまだねはいこちらシルクロードっていうのは、はい、中国はい、とヨーロッパをつなぐ道みたいな感じですね、うんはいまあ、その名の通り当時シルク絹ですね、うん、をこうなんだろう貿易っていうか、はい、陸伝いでつなげていた、はい、その中で今回このシルクロードの日は1900年にスウェーデンの学者がローランというローランローランローランド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 って言ったらホストの人ですよねローランですねローランドありましたね真ん中はいロブノールコの下ですねローランっていうところを発見した日なんですよね、はい、このシルクロードの全長が8700キロ8700キロめちゃくちゃ長いいやもう想像ができないですもんいや8700キロですどこぐらいだろうすごいもん想像できないっすからこっからどことか例えばね東京大阪が400キロぐらいじゃあすごいの何十倍40倍ぐらいじゃあもうこっからどっかだ20倍20倍例えないそうだ行って帰ってきたらいっぱいするぐらい長い道なんですよシルクロードなんかシルクロード見たことあります海外行ってシルクロードって何ですか今説明してた言ってたよねその道要は、中国のそういう場所があるのあのそのロードがあるのよそうロードがあるんですかじゃあ行ったことないえどこにあるんですかそれはだから中国そう左は中あ右は中国西安っていうところが中国から何県中国の上海とかそういう、ね、上海中国広いじゃないですか、はいはいもうちょい陸地ですねからずっとつないでこっちほらタジキスタンとか中央アジアヨーロッパの方ねはいまで行ってるということになるあとモンゴルの方とかそうですモンゴル行ったことないモンゴルそうなんですよさっきまでなんだっけシンガポールにいましたさっきまで、はい、ちょっと今朝までそのね中でお二人に、はいまあ、シルクロードイコール旅なので、はい、旅とかの思い出を聞こうと思ったんですがもうないかなシンガポールにはシルクロードシンガポールさっき言ってたの帰ってたの、はい、今朝着きましたさっき成田に着きましたなんで行きたいから違うマーライオンに会いたいからやばいすごいすごい行動力だね何日行ったの7日 ?6 日, 7日先週の水曜日の夜に着きました着いたから約1週間、うん、なんか4時間ぐらい飛行機いやめっちゃ遠いですシンガポール7時間半かかりましたそう超遠い何やったシンガポール行ってこうやってマーライオンの水飲む写真撮って定番のねそうもうここ行ったらやるしかないよねみたいな感じあとナイトサファリがあってなんかナイトサファリあるんですよ
ナイトサファリってなんか都会じゃないイメージなんだけど、シンガポール、シンガポールめちゃめちゃちっちゃくて、うん、ナイトサファリ車で20分ぐらい行けるんですけど、郊外みたいなとこ行ってってこと？郊外でもね、もうなんかめちゃちっちゃいんですよ、街っていうか、その国が超バンってちっちゃいから、もう結構どこでも行けるんですけど、ナイトサファリ20分ぐらい車で行けて、ジャングルだよね、ナイトサファリ。いや、なんか動物園なんですよ、動物園が夜しかやってない動物園なんですよ。なるほどね、夜行性の。でも柵がないんですよ、だから食われないのかなと思って。車で入ってくるんだよね。なんかそう、車なんですけど、日本のそのサファリの車って網ついてるじゃないですか。ついてる、はい。シンガポール網ないんですよ、窓とか網なくて、普通になんか。でもライオンとかいないでしょ。います、います。嘘だ。ライオンいる。いやいやいや、嘘だよ。ライオンとかゾウとかいます。本当？ダチョウは？ダチョウはいない。フラミンゴ、フラミンゴいる。それで行ったりして、ご飯はどうですか、美味しいの？ご飯はなんかシンガポール料理はあんまり知らなくて、なんかラクサとカヤトーストっていうやつがあって、それは美味しかったです。ラクサ、ラクサはなんかラーメン、シンガポールラーメンで、なんかエビとココナッツのラーメン。トムヤムクンにちょっと近いって思、見た目は近いんですけど、うん、味は全然違う、マイルドな感じでした。どうなん、物価ってどうなんですか？物価はアメリカよりはいいんですけど、ちょっと高いかな。シンガポールって貨幣のあれは何？シンガポールドルです。シンガポールドルっていうのがあるのか、うん、1ドル110円、110何円とかぐらい。あ、なんかぐらいです。そのぐらいなんだ。アメリカが多分152円とかだから、うん、あれ、まあ、よりはマシ。日本から行くと高くなんでしたっけ？高くなる、感じるんですよね、きっと ね、 一食1000〜2000円とか。まあでもそんなに高くはないです。アメリカの方が高い、だいぶ。だって先月、この間までハワイ行ってたんですよって言ってたよ。じゃあロス、1月はハワイ行ってて、先月はロス行ってました。そうだ、もう、いやもうすごいな。そう、なんかもう、わけがわからない。え、そうな、もうそれはもうやっぱ、旅に出たくなった。旅に出ちゃう、だからもう旅 YouTube を始めようと思って。おぉ、そういいじゃん。最近はだから撮ってるんですよ、YouTuber みたいにこうやって。あ、だからナイトサファリ撮ったら真っ暗すぎて、何も映ってない。めちゃくちゃいいかもしれない。そう、めっちゃいい。そうなんです、旅 YouTuber になろうと思って。あ、なんかさ、シンガポールのマニラベイサウンズってなんかすごいな。あ、行きました、行きました。あれやっぱすごいの、なんか閉まってた。なんかシンガポールの夜がめちゃめちゃ短くて、なんか22時以降とかもうお酒売っちゃいけないみたいな、なんかルールがあるらしくて、もう10時とか全部閉まるんですよ、店。あ、お店の中でも売っちゃいけないの？多分そうだと思います。なんかバーとか決められたとこでしかダメみたいな感じらしくて、ね、めっちゃ厳しくて、まあ、昼間社会でした。日本ぐらいですよね、インドネシアだもんね、外で売ってるのって、お酒。そうっす ね、外で買えるの、缶で飲んでいいのが。そうっすよね、イスラム国だからかな。ああ、なのかな。そうなんですか、インドネシア。でもシンガポールってインドネシアなんですか？の一つ、もう海沿いのところです。海沿いでした。で、ユニバもあってめっちゃ楽しかったです。 あ、そう。あれはなんかでもイメージよ、はい、中国の方が多いっていう。一応なんかシンガポール中国の人めっちゃ多いんですけど、英語がもうすごいなんか基本ベースで、英語と中国語が大体みんな話せるみたいな感じで、もう英語すごかったです。いけるね、これも。英語喋れないけど、いけましたよ。そう、あの、このね、日本人離れしたこの度胸。普通、日本人ってビビるんですよ。でも意外といけるけどな。そう、全然気にしなくて行っちゃうって。だって僕だって怖かったですもん、やっぱり。やっぱタイ行った時に、その知り合いの方と行ったんですけども、はい、その社長さんの方と、もうナイトクラブで飲みに行くっていうのがその人の楽しみなんですよ。でも僕って飲めないから朝起きて何かしたいんですよ、で、本当臆病だからずっと出れなかったんですね。わかります。1週間のうち3日、4日目でようやく勇気出してちょっと歩いてみる。もう出るしかないと。そう、もったいない。1週間もいるんだから。したら意外といけるんですね。意外といける。タクシー乗った時、あー怖いな怖いなと思いながら、もうめちゃくちゃ怖いですよね。そうかな。いやビビりますよ。何もされない。いや、もうなんかあったらどうしようって、そのやばいって思って。いや、がたい的には何もされないです。いやされる側は慣らして慣らしてよ。そうですねそう。でもなんか怖いってなりますもんね。でもなんかなんとかなる。なんとかなる。だからシンガポールもなんかそれで22時にショッピングモール閉まるって思わなくて、ショッピングモール閉まってて、だから入り口の滝に座ってたら、韓国人の女の人とアメリカ人のなんか人に喋りかけられて、
その人たちハーバード大学の同級生だみたいな言われてめっちゃ話して仲良くなって、あ、意外といけるもんだなみたいな。その内容が分かってるってことはもう分かるよ。分かんない、できない。ハーバードはーいみたいに言うの、はーいみたいな、あ、ジャパニーズみたいな、あ、ノーイングリッシュって言って、そのめっちゃ英語で喋りかけてくるから、だからノーイングリッシュだってっつってすごいね。すごい、やっぱこの度胸ガッツですよね。いや、だからあとはその、はい、旅に出る海外に関しては、うん、あのチェックが怖い。何が書いてあるか分かんないから、そのなんかイエスってやつつけちゃったらどうしようって、あの入り口にさあるじゃない。あるある、入国許可証ですか。そう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 、あんなの大体みんなノーですよ。麻薬とかやってたらダメだけど、分かんないイエス。大体ノーだよ。いや、すごい、やっぱこのあのね、行動力はねすごいですよね。はい、天野さんは旅の思い出とか、はい、なんかあります？この旅良かったなと、この旅。僕はやっぱり、高校生の時の夏合宿とかの旅ですよね。僕の高校って強豪校って言われてて、ラグビー、まず普通夏っつったら、うん、菅平ってとこで合宿するんですけども、うん、僕らの場合は違って秋田の方行くんですよね。はい、うん、秋田から下って岩手行って福島行って帰ってくるんですよ。うん、それが、2週間遠征ですか。遠征なんですよ。そで、その後に、菅平じゃなくて苗場、はい、苗場に2週間出し、うんうんうん、その4週間が本当地獄なんですね。なんかきつくて、旅行じゃないんですか。旅行じゃないですよ。もう旅行と練習なんですよ。だから、うん、で飯も食わないといけないっていうのがあるから、うん、飯も、どんぶり茶碗を1回 3杯ノルマとかあるんですよ。でみんな泣きながら食べて、体をでかくしないといけないから、すごい、ラグビーやってるから、だからもう旅っていうのが嫌いで。だからそのスポーツ選手って食べるのがなんか苦痛って言いますもんね。はい、もう入れん、もうどんどんでかくしないといけない。そう、うん、それでもでかくなっちゃって、今は今も戻る。今も3倍違うわ。でもあれですよね、油もんが嫌いということ。油もん大嫌い。好きな食べ物は何ですか。何ですか。スナップエンドウ。スナップエンドウって何。分かんない。スナップエンドウって何ですか。スナップエンドウ知らない。スナップエンドウ、はい、何ですか、誰。分かんない。サイエンドウのこう肉厚のやつよ。え、野菜サラダ知らない。スナップエンドウ分かんないの。スナップエンドウ分かんないですね。私分かんない。怖い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 。エンドウさんですか。遠藤さんじゃない、なんで人間なんですか。サラダだっつってんのに。知らない。いや、もうね、美味しいよ。ヤングコーンしか知らない。次進みますよ。はい、早いな、急に。何ですかって。いや、もうひなさんのコーナーが待ってますから、ね。いや、そうですね。月一の。はい。はい、まあ、こんな中でね、シルクロード。はい、僕もちょっとね、なんか死ぬまでにって言い方変だけど、一度は行ってみたいシルクロード。皆さんもね。道があるんですね。そうです。行ってみたい、場所によっちゃこうちゃんと、もうなんかじゃあ書いたのかな、なんかここにこういうなんていうの、立てかけみたいなのにシルクロードって。もうすごいですよ、もう城壁みたいになってます。場所によっちゃ行ったことない。だからずっと中国の、だからあれ、ここはシルクロードだよってよく歩いてますよ、みんな。あ、そうなんだ。はい、ただこれ なんでできたかっていうと、まあ、いろいろね、やっぱ中国っていろいろ戦いあったじゃないですか、国内で。はいはい、それとか、あと一番言われてるのがモンゴルが攻めてきた時の、はい、元っていう、そのチンギスハンが攻めてきた時の守るように作ったとかいろいろ言われてます。で、繋がっていったみたいな、はい、いう形ですね。一度は行ってみたいなと思います。ということで始めていきましょう。はい、エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値の更新中、 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根様提供でお送りいたします。ということで、さあ、ひなさんのコーナー、よろしくお願いします。はい、やった、来たね。楽しみですよね。はい、もう楽しみでしかないですよ。今日は、はい、日常での疑問。おお、なぜなぜですね。なぜなぜ。え、なんですか、ね、なあ、知らないから言わっちゃった。知ってるでしょ、絶対。さすがに知ってるでしょ。はい、お願いします。まあ、本当に素朴な疑問っていっぱい日常生活で、なんでなんだろうって思うけど、意外と調べたことがないこと、はい、があると思うんですけど、なぜなぜ、日常のなぜなぜをいきたいと思います。はい、お願いします。まず、電子レンジで食べ物が温まるのはなぜでしょう。なぜなぜってことですね。はい、いや、電気でしょ。
電気でしょ、分子でこう温めるでしょ、物に集中させてこうやって先生来た、でしょ、僕は振動を、どっちでしょう、摩擦熱です、じゃあだからシーンと一緒だった、いやだからどっちがこうバーって当てる、どっちが摩擦熱なんだろう手をこすり合わせて温めるのと同じ原理だそうです、はいはい、ね、マイクロ波が食べ物の中で水分を振動させて摩擦熱を生む、うん、なので電子レンジは水分を含まないものは加熱できない、はい、あ、なるほどね、はい、だから爆発するんだらしいです、うん、水分含まないやつ入れると摩擦熱らしい、そうなんです、だから振動です、先生いた、いやいやいや先生ずるいわはい、はい、では次いきます、でれマンホールはなぜ丸いのでしょう、開けやすくするため、開けやすくするため、いや四角いとなんかこうじゃない、そのマンホールは全部丸いんですよ、まえ、なんすか、え、いやその開けやすくするため、あ、僕逆、開きにくくする、開きにくくするため、はい、どうでしょう、正解は丸い形にすることでどんな向きにしても下に落ちないようにしている、正方形や長方形は角度を変えると下に落ちてしまう、そうです、なるほどね、いや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 、なんか知った口きてかっこいいでも開いちゃうと危ないから、なるほどね、視点をあれを作らないように開きにくくするようになんですよ、はい、いやなんか知ってたか、ね、知ってたのかな、知ってたこれ見た、じゃあこれさ本気で答えてもらおうよ、はい、いいよ、じゃあ次本気いきますよ、これ間違ったらもう大変、はい、じゃあいきますよ、どのミルの窓にも貼られている赤い三角、こういう下の三角の逆三角みたいな下の向きに赤いのあるじゃないですか、あれのマークは何でしょう、あれ警告のやつでしょ、こっち危ないよっていう、違うよ、止めるえ、あの止めるなみたいな逆バージョンでしょ、なんか多分窓にあるんですよ、あいやないよ、どのビルにも必ずあるらしいです、だってここにもあるはずでしょ、だからある、多分これは表口だから裏口の窓に行けば必ずあります、なぜなぜなぜでしょう、え意外と知らなくないですか、分かった分かった分かった、ごめん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 、はい、いい、はい、当てちゃっていい、はい、ここから逃げれるよ、あ惜しい惜しい、えわあ、こっから逃げれねえよ、だって10階とかにあるじゃないですか死ぬで、あのだからほら はしごとかあるよこっちにって、惜しい、はう惜しい、はう惜しい、もうちょっと、もうちょっと、あともう一押し、いやちょっと待って、もう正解分かってるし言ってくださいよ、正解、はい、ですか、この赤い印の下に埋蔵金隠れてますよクソみたいなボケしやがって誰かめっちゃ笑ってるじゃないですか、あ面白い、正解は、正解はい、お願いします、正解はだから、はい、ここから逃げれますよ、ここにありますよ、違うって、非常階段ありますよ、違うってえ何、え分かりますよね、分かんない、逆、その逆です、こっから逃げれませんよ、違う、こっから助けに行きますよ、逆です、逃げるんじゃなくて助けに来る人が窓を割るとこです、ここから割りますよ、はい、救助隊が助けに来るときに見る、え、じゃあ他のとこ叩いちゃダメ、消防隊侵入マークっていうマークらしくて、火災などの発生、火災など災害が発生した際に救助隊が窓を破って建物内に侵入する入り口のマークだそうです、知らないと危ないね、危ない、そこにいたらやばいです、ね、ちなみに私の家あります、本当に私のマンションの私の部屋の窓にある、寝室の窓にあるから、いや何かあったらバリーンって、何かあったら私のとこに来るってスワットみたいに入ってくる、そう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 、だから割っていいよってことだよね、らしいです、割っていいよのマークらしいです、割り行きましょう我々でね、行っちゃいましょう特に緊急じゃないけど、行っちゃいましょう、入りたかったら部屋に、今のところ我々全問正解ですね、はい、はい、嘘つけことらしいです、はい、意外とこれ知らなかったです、いや知らなかったです、でも謎に確かにありますよね、あの病院とか、マーク自体知らなかった、嘘だ、マークありますよね、いや見たことはそんなになかった、じゃあ窓にあまり興味がない、今こうやって子供みたいな人はすいません、めんどくさいやつ、はい、では次いきます、はい、次、夜どのビルの屋上にも赤いランプが点灯しています、はい、
何でしょう。いやそれはもう簡単ですよね。いや何でしょう、一発で当たるから。これはもうあれですよ、もうここにいるよと。あ、青山テルマね。え、惜しい。青山テルマね。なんかここまあでも大きくまとめたらここにいるよ。そういうことです。はい、青山テルマ。僕もちょっとボケたぜ。もっと、もっとやっぱ振り切ってボケないと面白くない。いやそうっすよね。ちょっと反省した。あのそのレーザー当てなさい、ここにっていう感じでしょ。だから正解。でも誰だ。あー悔しい。悔しいわ。そう、あれレーザーを集めるために光ってるんですよ。どういうこと。違います。違うんかい。騙されてる。おい、はい、本当の正解は。正解はおい何これ。絵付けですね。航空障害灯です。飛行機等の飛行機の障害となる高層ビルの存在を表示する光。航空法により高さが60メートル以上の高層ビルには、航空障害灯の設置が義務付けられています。確かに真っ暗だったら夜怖いもんね、はい、一番上にあるってこと。そうらしいです。屋上であの光ってる赤い。要はヘリみたいな、はい、とこってことでしょ。そうですね、だから60メートル以上のは絶対についてるらしい、特に渋谷なんてさ。確かに。あ、駅前高いビルいっぱいあるし、うん、危ないもんね。確かに、うん、はい、ああ面白いだそうです。はい、うん、なぜ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 おもろい、はい、あと10分あるでしょ。、うん、もうそんなにない。では次、冷蔵庫はなぜ冷えるでしょう。冷蔵庫なぜ冷えるでしょう。はい、あれ人が裏でフってやってんじゃないの。正解。確かに、はい、なぜ冷えるんだろう。なんででしょう。わかんない。なんでですかね。ガチで答えません。なんででしょう、はい、温まるならわかるじゃないですか。なんとなく電気で温まるわ。はい、冷える。だって冷却装置ってのがあるんじゃないの。違う。冷却装置。ヒントください。ヒント。はい、もうヒントとかない。いやヒントがなかったらもう こっちだって答えられませんよ。そうよ。じゃあもう正解言いますよ。いやダメです。なんかパッと思いつくそれ。あ、じゃあ、いやちょっと難しい。最初の頭文字。レイバイシに後ろにいるんだよ。こうやって寒くするんでしょ、どうせ。違うよ。レイバイっていう単語があるらしくて、はいはいはい、絶対もう分かんないですよね、はい。液体が気体になるときに熱を奪って周りを冷やす現象を気化熱を利用して冷やしています、うん。冷蔵庫の中には、冷蔵庫の内外にはパイプが巡らされており、パイプ内にはその冷媒というガスが巡っています。冷媒は冷蔵庫の、圧縮機で圧力をかけると、液体になる性質があります、はい、うん、なので液体になった冷媒が気体に戻る時の、気化熱で冷蔵庫内を冷やし、液体に戻った、圧縮機でまた液体にするというサイクルを繰り返し冷蔵庫内を冷やし続けている。ちなみにエアコンも同様だそうです。そのガスが、ね、そうね、パイプの中入ってるってことね。はい、なるほど。いや勉強になるね。です。うん、では次、はい、体脂肪はどうやって体の中の脂肪を測定しているでしょう。 MIR MIR あれ何だっけ、なんかありますよね、はい、絶対わかんないと思う。 MRI 電気の通るあれかな。あー、いや体で欲しい。惜しい。だってさ、あのドクン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 はさ、電気のやつだよあれ。え、はいはい。あれの中でしょ、だから。あの、え？違う。救命救急の時の？違う違う、あの体脂肪計ですよ。体脂肪計はどうやって体の中の脂肪をあの測っているか。電気じゃないの？ CT でだから測ってるじゃない。CT じゃない。CT を輪切りにしてさ。生体インピーダス法という測定方法で、うん。うん、インピーダンスは日本語で電気工程のこと。人の体内にあの微弱な電流を流し、電気の流れに、一緒にやって測定して体脂肪率を導き出す。電気らしいです。正解じゃないですか。はい、僕正解。正解、ほぼほぼ正解。正解じゃないですか。ありがとうございます。おやつ、謎のおやつ。はい、はい。では。はい。
次に行きたいと思います、はい、次は、洗剤で油汚れが落ちるのはなぜでしょう、海面活性剤です。お海面活性剤違う、要はこういういや泡があるんですよ、こういう丸い気泡を作って、はい、どん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 擦り合わせるとこう浮いてくるんですね、はい、その油とかが、お、はいはい、そういう性質でございます。違う、えそれは何か分かるの、素人でもなんとなく、全然分かんない、ね、で油取るんでしょ、だから、はい、浮き上がらせてるわけですよ、そう、なんか油となんかくっついて水をくっつけることで油が引き剥がれるってことらしいです、うん、じゃあ正解ですね、じゃあほぼ正解です、じゃあ仮にですよ、天野さんが洗剤飲みました、はい、どうなるんですか、いやもうブワー痩せますよ本当にやってみよう、脂肪が全部出てる皆さん危険なんでね、絶対やっちゃいけません、ブワーってブルブルじゃあラストの質問、はい、はい、じゃあラストです、はい、ラストの問題、なんか寂しいね、はい、ラストね、ちょうどラストです、もうでもラストって言うとさ、はい、いい質問があるといいよね、はい、そうですね、もうでも結構いい、消せるボールペンはなぜ消えるでしょう、いや、わかんない、結構いい問題、どういうこと、消せるボールペンってあるじゃないですか、うん、あれ結構よく消えるんですけど、うん、なんで消えるでしょうっていう、あ、摩擦、熱だ、いや熱だ、いやちょっと当てちゃってもいいぞ、もしかしたら記憶から消えてるだけで、ま、書いてあるかもしれない、あ確かに、ここにいるよ、うん、ここに、あよく当てれば正解、はい、正解、消せるボールペンはフリクションと呼ばれ、その日本語の意味は摩擦、うん、摩擦熱によって色が無色透明に変わるインクが使われています、インクがなくなったわけではないので65度で透明になるが、マイナス20度の冷凍水に入れると消えた文字は再び現れます、あ、じゃあ 冷凍庫入れたら、入れたらもう書いてるらしいです、はい、だから機密書類とかね、やってみてくださいね、機密書類とか消せるけどさ、はい、こうやったら機密書類あれで書かない、あ、ごめん、はい、ということでね皆さん、なぜなぜいろいろありますけども、またちょっと続編ねお願いしたいなと、はいはい、お願いします、思います。じゃあそれでは一曲聴いてください、リンボン版楽団さんでサワラ、
はい、聞いていただきましたビンボンバン楽団さんでサワラでした、はい、さあ私のコーナー行きたいと思います、はい、さあ7月、はい、日本あと 2,3 ヶ月後3ヶ月後新紙幣になりますね。うわー、出た。そうだ、はい、実は先週新紙幣のね人を3人のうち1人をね特集したんですよ、はい、お3人ちょっと 見てもらえます。こちら、はい、上から言えますか。知らない。上から1万円はどなたでしょう。はい、はいはい、まだ知らない、ね、まだ知らない。で真ん中の方はあああの人だ。知ってるんですか。よしこさんじゃない。よしこさん、よしこ隣町のよしこさん。はいですよね、多分確か。はい、あの下野口さんですよね。野口野口さん、野口さん、あ、そう、あ、夏目さんじゃないか。3つ3軒先の野口さん、うん、野口さん、夏目さんかな。違う、全然違うんですよ、全然違うんですよ。実は先週真ん中の方、はい、紹介しました津田梅子さん。あ、違うじゃん。津田塾のね、まさにそうです。津田塾作った人です、はいはい、そうなんですよ。本当にゴイゴイスーです。違うでしょ。いや本当、いや本当に津田塾、津田塾っていうのは津田さんが作った。本当に、ゴイゴイスもゴイゴイスは違います。違います。それは津田さんね、うん、上から渋沢栄一さん、はい、日本経済の父って言われてますね、はい、群馬にあってね。で真ん中、津田梅子さん、まあ、先週、紹介したものすごい魅力的な方なんです、はい、そして今回一番下、北里柴三郎、はい、北里病院の人ですね、はい、いや、そうあの、そうなんですよ。そうなの。そうなんですよ。知らない体でいてほしいんですよ。そうなの。全部知ってるじゃん。知らない体でいてほしい。もう全部当てますよ、私。ただ、はい、あまり知らない方多いじゃないですか。確かにそうですね、はい、ただ、でもね、この3人ともものすごい魅力的 で、ね、で今回はこの千円札の北里柴三郎さんを特集していきたいと思います。いや、いいですね、これ。この3人の共通点あります。いいですか。はい、医者ですか。違います。あ、分かった。ね、はい、はい、全員、はい、犬年生まれ。全然違います。いや、まあ、惜しかったね。違った。違うか。全員生まれが幕末です。これ、皆さん知らないと思いません。え、そうなの。と思いません。いや、そう、もっと最近じゃない、はい、昭和とか大正じゃないの、はい、生まれみんな1890年代とかなんで、みんな幕末生まれ、江戸です。じゃあ侍とか見てきた人たち。つまり3人目のこの北里柴三郎さんはですね、はい、大人になったら武士になりたかったっていうぐらいな方です。はい、紹介していきましょう、はい、こちら、じゃん。あ、そうですね、近代日本医学の父、はい、北里柴三郎ということで、はい、生まれは1853年熊本生まれですね、はい、そして、ね、結構生まれが、由緒正しい北里家というところだったんで、はい、結構ちゃんとした、学問を受けます、はい、でその時に、医学を、ね、教えてもらったんですよ、オランダの方に。そして1875年に東京医学校に行きます、うん、でここで東京ですよ、はい、今でいう東大の医学部ですね。で何度も留年します、うん、17歳8歳、20歳か20歳の時に行きますね、はい、で何度も留年、なんでか先生にめちゃくちゃ反抗するんですよね。異端児ですね。当時まだその幕末とかなので、なんか微妙な世間も世の中も動く時ですね、はい、で、ね、生意気だったんですよ北里少年は、はい、で30歳の時にやっと卒業できます大学で。1883年内務省衛生局へ就職します、はい、そして内務省衛生局に行ってすごくいい働きをします、例えばコレラの菌の、これら豚、うん、これらその菌のを発見したりとか、妊娠してるかしてないかの女性を判別するのとか分かるようにしたの彼です。すごい、すごい方なので、国でね、ドイツ行ってこいと、はい、ドイツってすごい当時一番最先端の医学だったので、はい、ドイツへ行けということでお金は全部免除、はい、
国が払うからっつって1885年ドイツへ留学します。そしてコッホっていうこの本当大教授との出会いで、はい、彼は爆発的に頭が良くなるとか地位も名誉も身につけます。何をしたか、世界初、当時破傷風っていうのが不治の病であったんですよ、はい、怪我する、そこにバイ菌が入る、はい、そしたら全身が硬直しちゃって亡くなるっていう病気があったのを、破傷風の菌を見つけ培養することに増やすことに成功し、はい、増やすことからその何だろう抗体を作ることに成功し、その抗体を作って血清を作るところまで成功します、はい、すごい方です。第1回ノーベル賞の候補にもなります、はい、すごい方なんですよね、はい、で、とてもとても情熱があってとてもとても勤労勤勉だったんですね、北里青年で、ノーベル賞にもならなかった、共同開発のもう一人の人がなりましたと、はい、そして1892年帰国します。これ、ね、出てくる人がみんな大物すぎます。帰国するのなんでかって、明治天皇が直々に手紙来ます、日本で貢献してくると、このね、まあ、国でね、はい、行けたから、はい、もうそろそろ日本でっていう手紙が来て、分かりましたっていうことで帰る。この時もうノーベル賞の候補になったぐらいだから、まあ、アメリカとかいろんなところからヘッドハンティングあって数億円の給料を蹴って日本に帰ってきます。まあ、日本をね、世のため人のため、日本がね、私を育ててくれたっていうことで帰国するんですが、帰国後無職です。これはなんでか、当時まだ日本ってその明治政府が出来たてで、こう派閥とか嫉妬とかがすごくて、いきなり有名になっちゃった彼をあんまり心よく受け止めてくれないんですよ、うん、VS 森鴎外、森鴎外出てきました。森鴎外ってなんとなく聞いたことありません？いや、ないです。ないですよね。あの文学ですごい方です、うん、と VS します。やっぱ嫉妬とかですよね、いろんな面で。でその後無職になります。できませんということで路頭に迷ってたら出てきます、福沢諭吉、今の一万円札元が助け舟を出してくれます、北里にお金をあげると。当時57歳ぐらいです、あの福沢諭吉は。で北里さんは40ぐらいかで、お金出してあげるから私立民間の伝染病研究所を建てます、建ててあげます。でそこに入ります。そして1894年、世界的にペストという病気が流行ってます、はい、すごい流行ってた。原因はネズミとかノミとかが寄生していて、それが流行らしていた。で日本は島国だったから幸い、はい、そんなに貿易してないでしょ当時、はい、なので流行ってなかった。世界的に流行っていたのを助けてくれということで、北里先生がですね、香港へ派遣されます。そしてペスト菌を発見しちゃいます。すごい、すごいんですよ、発見しちゃうので、その後、まあ、帰国したりして1906年現東京大学医科学研究所を設立に携わるということですね。で1914年、私立、まあここでいろいろ問題あったんですよ。結構北里さん生意気は生意気なんですよ、はい、なので東大の人とバチバチやり合っちゃうんですよ、はい、なので嫌われるというかうまくいかないので、自分で北里研究所を作ります。さっき言った、はい、北里大学みたいなのも、はい、今でいうここですね。でその時に滋賀教師とか野口英世、はい、で弟子です。この滋賀さん、滋賀さんというのは赤痢菌を発見した人で、野口英世は黄熱病ですよね。もうだとにかくビッグネームばっかが出てくるというところです。で狂犬病とかインフルエンザ、赤痢を研究し、1923年日本医師会初代会長です。今もありましたよね、コロナの時日本医師会のなんとかさんが、でこう首相と隣、うん、あれの初代会長は北里柴三郎です。で、78歳で亡くなるということなんですけど、すごい逸話があるんですよ。このね、滋賀清さん弟子です、はい、まだ大学卒業したての弟子、もう当時も北里さんはかなり教授で、赤痢菌見つけるんですよ。
ただ北里さんの助手というか弟子ぐらいな感じで携わって、たまたま志賀さんが発見したというか、うん、そのプロジェクトでね、それを北里さんはお前の名前で書けと、つまり俺はもうかなり、年齢もいったし権威はいらない、バトンタッチなんだと、うん、若いやつらがどん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 、じゃないとお金をね国からもらえないでしょ、うん、どんどん呪術つなぎで途切れさせちゃいけないということで彼に単独で名前書かせたんですけど、でもまだペーペーじゃないですか、だから最初のところだけ私が北里が書いて、あとは全部彼に書かせて、彼は一気に有名になる。でついに野口英世、野口英世英語喋れたんで、はい、その留学とかそれ海外に行くとき彼を連れてったんですよ。でやれと、もう海外でどんどん出てってどんどん有名になれ、で俺の名前使えって言って、彼はロックフェラー研究所に入ります、うん、で黄熱病を発見したりっていう風に、どん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 こう自分だけじゃなくバトンタッチバトンタッチ、若い世代若い世代にって言って、そういうのがこう、評価されて今回千円札になりますと。おそらくですよ、新紙幣最後かなと僕は思うんですよ、うん、20年おきなんですよね。その前は2004年、あれ20年おきでしたっけ、その前は1984年だったかな、これ20年おきなんですよ。で今回2024年、うん、20年後紙幣ってどのぐらい使ってると思います？いや全然使ってないと思います。なかなかこの5年10年でほぼ使わなくなったじゃないですか。ほぼ電子化になってますもんね。でこの20年後、あまり使わない、もちろん消えはしないけど、うん、なのでコスパ的に最後の紙幣かなと、あの買えるね言われているこの北里柴三郎、すごい方なんでね、もし気になる方はぜひまた自分でね YouTube とかもたくさんあるんで見てみてくださいということで、とにかくすごい方です、はい、はい、北里柴三郎ちゃんでした、ありがとうございました。いやすごいサブちゃん、いやもうこういう人たちでみんな幕末っていう、すごい、その共通っていうのはすごい、一万円札の渋沢さんともちょっとかかってて、渋沢さんが赤十字作ったんですけど、はい、それにもだから医療じゃないですか、はい、関わっているんですよ。あと津田さんも、生物学とかやってるんで、はい、ちょっと関わってるんで、もうすごい同時期を生きたスーパースターが今回新支援になるということでした。ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということですごいね、なんか、はい、もう頑張ってね、知識が半端ないよね、本当すごいということで、さあいかがでしたでしょうか、はい、4月もう、はい、来週4月です。だからもう本当新生活ですよ、うん、もう3月は卒業して、はい、4月から新たに生きようよっていう年になりますよ、はい、それでは締めたいと思います。はい、エンタメ尺石部屋、この番組は新車最安値の更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしましたということで、もうと5月には8年目に突入するんでね、はい、すごいこれ、このラジオね本当に英雄ですよ。いや、ありがとうございます。8年これやるって相当ですよ。ありがとうございます。旅行しましょう。はい、じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんポン。それではまた来週です。さよなら。パーだよ。